小沢彩子は、日本の筋ス,ジジストルフィー患者で、アマチュアシンガー。千葉県君津市出身。明治大学経営学部公共経営学科卒業。小学4年生の頃から走るのが困難となり、変な歩き方と同級生にからかわれた。歌を歌うのが好きで、高校時代にはバンドを組みボーカルを担当していたが、その頃から、階段の上り下りも困難となってきた。 病院でスジジストロフィーと診断され、あと10年で車椅子、その後は寝たっきりになると宣告された。小沢は奈落の底へ突き落とされるも落ち込んでいても始まらないとして今を全力で生きると決めた。大学卒業後は日本 IBM に SE として入社し、アプリケーション開発部門のプロジェクトマネージャーや人事、次世代育成担当を務める傍ら、 同僚とバンドを組み音楽活動を再開。2009年にブログを始め、闘病期を綴った。予想以上の反響があり、励まし励まされる仲間ができた。その中に、同じ病気に苦しみながらも作詞作曲を手掛ける人物がいた。ぜひあなたに歌ってほしい。障害のある人を元気づけようと、曲をプレゼントされる。2012年10月にその人物は天国に、 旅立ったが、同年12月に、小沢はステージに上がり曲を披露した。国立病院機構下、静病院では2005年1月から月に一度ロビーコンサートを開催してきたが、2013年2月にはこの病院に、通院する小沢がコンサートに招かれて、歌唱を披露した。2015年現在、スジジスと戦い歌う歌手として、年に20回ほどのチャリティイベントに出演するとともに、 講演活動を行っている、10年前の君へ、スジジストロフィーと生きる。ありがとうございます。